木曜人生劇場天知人。木曜人生劇場天知人の時間がやってまいりました。はい、今日もですね、鳥越神社前の、ね、鳥越あずり FM の、ビルからですね、コロナ対策をしっかりしてお届けしてまいります。じゃん、いいですね。もう私は一月一回だけど、はい、1ヶ月ってあっという間ですね。あっという間ですね、コロナ対策です。演者スタッフの検温を行っています。換気50分に1回行っています。番組入れ替え時スタジオ内すべて消毒しています。除菌機器を導入しています。鳥越あずーり FM のスタジオは窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があると思いますが、どうぞご理解のほどお願いいたします。よろしくどうぞ。はい、ありがとうございます。いつもこれ読まれるときはどんな心境でございますか？いやー、やっぱりね、まだまだ収束って2つ字があるけど、うんうんうん、終わりの収束にはなってないだろうからね、コロナはね。まだ収まりつつ、うん、収めつつあるのかなと思うけど、わからないですね。相手は目に見えないから。そうですね、目に見えないもの、これだけはね。そうです。まあ、目に見えないといえば、ね、明日2月3日区切りです ね。これもまた目に見えないといえば見えない、そうでもある区切りですね。ちょうどね、もう本当にそれこそ明日が大晦日な感じ。そうですね、ですからね、それこそ大晦日にね、神社に行かれるとおっしゃってたでしょ。そうです、行ってきました。はい、まさにそのね、サブローさんが、なさっている、それを私は明日する予定で、ね、この1年間ありがとうございますっていうふうにね、神社にお参り明日させていただこうと思ってるところです。そうですね、ね、あんちゃんはね、明日がそれこそ節目の節だもんね。節目の節でございます、ね、そう思うとですね、あれですね、明日か。大晦日って普段だと皆さんお掃除ですね。いや、お掃除は30日で終えてんじゃないの。どうしよう、じゃあ私家帰って今日掃除しようかな。だって俺は何でもあのこうお飾りでも何でも当日やっちゃダメだっていうじゃない、掃除もダメですよ。ああそうだ、せいぜい大晦日にやるのは、まあ、お正月の料理をちょっとそうです、ね、足すぐらいのことじゃないの。他の片付けとかなんとかっていうのはみんな、もう終わっとるよね。まあ、前日にやらないと今日まで。まあそうですね、わかりました。あんちゃん今日までだよ。今日までだね。今日終わったらすぐ帰っても。そうね、そうですね。10時からやることやろうかな。そうですね。ちょうどね、このぶっちぎりセミナーってずっとさせていただいておりまして。ね、素晴らしいね。この第1回行ってきましたけど。そう、東京に来てくださいました。いかがでしたか。4泊ですよ、私。そう。そうあれね、そう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 。まあね、毎回毎回6時間お話をさせていただいて、白く木星ですね。白く木星ですね。白く木星ですね。うまくいくかな。うまくいくかな、よくおっしゃる。なんか今年もいろいろあちこちから話が入ってきてね、引っ張りだこな感じというお話を先日、白く木星のね、2023年こうだよっていうのでお話をさせていただきました。今日あの少し今日5時ぐらいに来たんですよ、浅草橋の駅に、ちょっと早かったんですよね、それで、ああ、ま、空も明るいし、5時ね、明るいまだね、節分の前でちょうどいいから、鳥越神社行こうと思って半分まで行ったんです、半分まで行って、これは一緒に三郎さんとね、そうそう、ね、行った方がいいなって途中で思って引き返してきたんです。そこでですね、もう近いうちそろそろね、それこそお正月も終わって、ね、これから立春もっていうことで、
これいつから始めました？ 1 年ぐらい？もう経つでしょう。1年ぐらいですね。入り、あ、それもいいですね。あのいくら貯まったのかもちょっと一回数えて、公開で数えてみようと思います。1000円、おお、2000円、おお、3000円。初めて私も数えてます。ってことはここが1000円かな。1、2、3、4、5で、これで4500円。9回ですね。9回と言いますと、で1ヶ月1回ってことですから、まあ、1年やったとして、あれ、サブロさん4月からか3月からですよね、確か。いや、あれ、もう1年丸1年なってるんじゃないかな。なってる、うん、ちょっとそれこそ手帳見ないと分からない。あ、そうですね、うん、まあ1年やったとして、まあ、あの12ヶ月12回あって、毎回1回私がね、長沼さんって読んだとして、まあ、ない時もありますね。まあ、3回勝ったな。最近そうですよ、うん、やっぱね、人間に気をつけると、気をつけるとね、そうなるんだなと。そして4500円ね、これはあの奉納させていただこうと思います。ありがとうございます。ね、いかがですか。あ、本当にやってんだって皆さん思う。そう、いつまでこれね、貯め続けるよりも一回なんかすっきりしてやった方がいいかな。そう、それこそ、ね、うん、締め節分で。そうですね、節分ですからね。わかりました。そしたら、あ、そ、あ、うん、コメント、チャリーン溜まっていますねですって。ありがとうございます。そう、あ、コメント来てる、サブローさんって、サブローさんさん、こんばんはだって、ね、まあ、ありがとうございます、うん、ね、行きますか今日。ちょうどいいですね。ね、てね、行こうと思ったんですよ今日。今日行こうとした、うん、思ったの。ただまあと思って引き返したんだから。そう、夜だからな、まあ、まあ、24時までに入ればいいんじゃないか。入ればいい、うん、ありがとうございます。そしたらそれもね、後で配信しますね。ね、これで、あ、そうそう、先月ね、スキーの話をしていました、ね、あの、いつぐらいからスキーまた行かれるんですか。今月はね、うん、第3週だったかな、うんうん、20日の週、19日の週から行きます。はい、ちょうどね、あの、ほら、戸隠で、ね、はいはい、ほら、そうそうそう、あの、ね、やったらっておっしゃってくださってたあれをですね、うん、あのゴング の、うん、あの、そうそうそう、方に直接ね、お会いしてお話をしたら、うん、もうぜひぜひっていうふうにおっしゃっていただいて、うん、はい、それで次、ね、いつ戸隠に、ね、あの三郎さんが行かれるのかってちょっと気になってたところだったんですね、うんうん、21日だったかな、うんうん、今月ね。あ、そうですか、ありがとうございます。そしたら皆さんね、本当に春かな、光明寺さんに、うん、春から夏にかけてぐらいでしょうね、時期的に。もう新緑は素晴らしい、新緑は素晴らしい、うん、まあ残雪もいいですよね。ああ、何月だか、もうね、大体3月いっぱいで雪があっても最近スキー客少ないから、うん、クローズしちゃうんですよね。クローズしちゃうんですね、うん、うーん、ね、皆さん戸隠でね、もうこのゴングと、ね、あの、私が講義さ、うん、講義というか、まあ、お話しさせていただくので、ね、こうね、前回のパーティーのあれを次はですね、戸隠寺に、ね、お寺さんでっていう感じで楽しみにしていただいたらと思います。はい、ね、なんかね、こうやってやっていくうちにいろんな形になっていくんですね。そうですね、うん、でさっきもね、こう、この始まる前にあんちゃん来年の手帳はねって言ってアドバイスをいただいてたところで、ね、やっていくとね、本当にこうお話しして知っていただくと、ね、こんなのあるよ、こんなのどうだっていう風にヒントっていっぱい出てくるんだな、いただくんだなっていうのをね、すごい感じております。ね、皆さんいかがですか、ね、あの2022年暦、ね、その節分とかの暦で言うと、うん、あと2日ですね。そうです、あと2日、1日、もうほぼ1日ですからね、なんかこう特別な気持ちをこう持ちながら、ね、過ごしていただいたらなと、ね、私もこう区切りですからね。さあ、どうしましょう、2023年。そうですね、今日ね、うん、お昼、大先輩も90、うん、いいことを聞いてですね。どんなことですか、いいこと。旅はあの人生のうちでこう旅行でするっていうでしょう、うんうん、
人生そのものが旅だと。人生そのものが旅だ、なるほど、考えさせられましたよ。その人の人生は旅だ、人生そのものが旅だ、人生そのものが旅だ、道に迷うかも分かんない、新幹線乗るのが飛行機間違えて乗っちゃうかも分かんない、でもスムーズにずっとトランジットでスッ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 行くかも分かんない、人生は旅です、ね、人生は旅です。そして今日はね、今の今ちょっと振りですよね、ゲストさんに対する振りをしましたよね今そうですね、90いくつかな、ランチした人93、4、重みがある、大先輩ですね。そうですか、ありがとう。まだまだもう80代なんか鼻くそですよ80、ね、皆さんこれ笑すごいね、そうやって笑っちゃうところがね面白い、ありがとうございます、ね、という感じで、今日はですね皆さん、なんかねずっと男性が続いてるんですよね、このゲスト。あ、そうですか、ずっと続いてて、で確か次回が女性に戻るのかな、みたいな感じで、ね、今日もですね、はい、紳士がお越しいただきます。はい、ということでですね、なかなかのキャリアの、ね、なかなか、そうですね、また聞きごたえのあるような方にお越しいただいております。今日も8時50分までお届けしてまいります。では皆さんにはこちらをご覧いただきましょう、どうぞ。今日は、森さん、森、豊島さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さっき楽屋で私たちのこのトークを見ていただいて、はい、91歳の大先輩の方がこう人生は旅だとおっしゃってたって、あのくだり、なんか私今日打ち合わせとかで、森さんのお話をお伺いしながら、こうまさになんかそんなその言葉をそのまま森さんにぶつけたらどうなるんだろうなと思ってね、さっき思ったんですけど、まあ、それも含めてちょっと簡単に自己紹介と、人生は旅だとキャリアと絡めた感じでしょ。さらに受けたことです。はい、まあ年齢も言うんですかね。はい、シークレットでもない。シークレットか、はい。森俊正と申します。今の仕事は複数の会社で取締役とか顧問やりながら、大学院とか大学で、教鞭を取ったりしています。でそれまでは最初の振り出しは、日本航空という会社で、29年と2ヶ月1ヶ月勤めました。はい、一部の方はご存じだと思うんですけども、会社更生法が適用になった2010年に辞めて、そこから今度は美容業の経営を8年やり、で、今度は一般社団法人の運営の責任者をやって今に至ると、そういう感じです。社会人としては
何年ですかね、43年ぐらい働いてる感じになります。ありがとうございます、はい、すごい、まあ、さらっとおっしゃったこの一個一個がまたすごいんですよね、はい、あところでってことで、おそらくこう、ね、よく出会いのきっかけをこうお話しするんです。私たちの出会いの、アンさんとは大谷百合子さんの講師塾というところで、こちらが受講生として参加しました。私もです。で、アンさんも受講生、はい、トータル4名、5名か4名、そうですね、大谷さんので昨年の9月の17日の土曜日、丸1日ご一緒してる間に、帰る間際に、私こんな番組やってますと、ついてはあなた出ていただけませんかということで、パッと見たら愛さんで出ますということで今日に至ります、はい、スカウトさせていただきましたありがとうございます。お越しいただきまして、ね、講師塾っていうのに行っていまして、大谷先生を丸1日5人でこうしがっつりと、ね、はい、関わっていただくっていう回だったんですけども、そこでね、こう自己紹介だったりこうエピソードをこうお話しして、でより引き出してみたいな、そんな感じのことをね、こう受講者さん全員でやってた中でお話をね、その時にお話しなさってたのを聞きながら、うおーってずっと唸ってたんですよねそう、それで勤めてて航空会社にいらっしゃった時の話もそうですし、ね、美容会社に8年間やっておられたっていうお話も、あたりの話が衝撃的すぎて、これは天地人にと思いましてね、それでお声掛けさせていただいた感じでした。ありがとうございます。でした、はい、ありがとうございます。今は何社か の, 取締役というか役員をなさりながら、ね、はい、大学で何を教えておられるんですか。まあ、いろいろなんですけど、大学院の経営学を教えて、うん、まあ、それも分野いろいろありますけども、例えば組織の立て直しだとか、うん、それからサービス産業のマネジメントだとか、そういうことを、まあ、社会人を相手にお話を、まあ、一緒に考えてるというか、まあ、ただ本当に年を取れば取るほどなんか知らないことばっかりだなと思いながら、受講生の方からいろいろお知恵を拝借して、まあ、なんとかやってると、そんな感じですありがとうございます。それのあれですか、こうそういったことの素養っていうのはもうずっと JAL さんでお勤めになった時にいろんな部署で経験なさったこと、と どんな、そもそものきっかけは、はい、日本航空で社費留学生ということで、大学院に留学させてもらいまして、まあ、それもお金出してあるからどっか、まあ、ベスト10の当時の世界のベスト10のどっかに入るということで普通に受験をして、まあ、入ったところに行ったという感じですね、はい、そこでこうあれさ、サービスというかあらゆる経営について学ばれた。航空会社にいたせいもあって、うん、まあ、ハーバード行ったんですけど、そこにヘスケットって先生がいて、その先生がちょうどいいと、航空会社のコンサルを頼まれてるからお前やれと言われて、その先生の下働き、でフィールドスタディというので、まあ、いろんなところを研究したりとか、うん、まあ、有名どころでいうとサウスウェスト航空という会社の、うん、路線の展開とかのコンサルをやってました。どのくらいの期間だったんですか。修士なんで2年ですね。あ、単身で行かれた。いや、それがラッキーなことに、まあ、家族全員連れて、ただものすごい多分会社としては、コストがかかってたんで、戻ってきたら何でしょうね、ずっと働けと言われていたんですが、うん、なんと会社が2010年に潰れてしまいましたんで、まあしょうがないなと。森さんの責任じゃないですか。そうですね。いや、ただ当時はそうですね、5万6000人のグループで役員部門長が330人ぐらいですから、うん、そのうちのワンの部全部だとすると多少なりとも責任あるかもしれないですね。はい、ゼロではないというか、ゼロではないですね、はい、うん、それで結果的には退職
リストラをやっこう皆さんに対してまあ、非常に簡単に言うと、どっかの部門を預かっていると、そこの人の数を減らす、で、そうすると自分もいられないでしょうということで、ほぼ全ての人が辞めてると思いますけども、その職員にいる人は、ああそういうことですね、残った人は残っていますけどね、口ではさらっと森さん言われてるけど、辛かったでしょうね。いや、いやでも左遷された初めて左遷された方がよっぽど辛かったですよね。なんで僕はここに行くんだろうっていう理由が分かんなかったって。それ初めて会ったのは何歳ぐらいの時に、あこれは左遷だって。あそれは僕よりも周りの人がこれは左遷だろうっていうふうにそういう目で見ますから、41とかそんなもんですかね。だからまだその社会人経験が未熟、まだまだ未熟な中で調子に乗ってやってたらコロッと左遷とそこから立ち直るのが結構大変ですね、最初は。最初はってことは何度かですか。自分で認識してる左遷は3回だと思いますけど。はい、あそうですか、あるんですね。ただ左遷っつってもサラリーマンの場合は、お給料は変わりませんから。ほうと言いますと、それはどこに行こうと、例えば行った先の給料が安いということになると、本体で所属している差額をちゃんと本社がくれるので、まあ、例えば数字だけで言うと、50っていう50万円の給料でしたっつったら、左遷先で40万円になっても10万円は本社がちゃんと補填してくれると、そういうことです。そうですか。はい、そうは言いながらもね、ずっと勤めておられて人もいっぱいいることですし、目もあったりとかいろいろ、そうですね、その思いとか、そう1回目2回目の1回目の左遷か、でまた同じように経営企画室に戻ってきたら、左遷でこの人はもう戻ってこないなと思った後輩がいたんですけど、また同じ経営企画室に戻ってきた時に、途端に左遷された時はちょっともう手のひらを返しても冷たくなったやつが、で戻ってきた途端にスリスリしてくるという、なかなか人生勉強になりました。よくある話ですよね。よくある話ですか。サラリーマンはね、それって案外あれかね、男社会、女の人ってなんかあんまなさそうな気がする。男の人がそう、どうなんですかね。どうでしょうね、それはただ男の方が、なんていうか、社会的制約の中で生きてる人が多いような感じがして、そうすると、そこでしか自分は生きられないというふうに、どっかで働いてると、そういうふうに思う人の方が多い気がしますね。女性はその点もっと自由だと思います。ああそうですね、なんとかなるよっていうのは女性の方がね。まあそうですね、それはありますね。まあ、今はそんなでもないでしょうけどね、当時はやっぱり肩書きで生きていく社会ですからね。そうですね、肩書きで、肩書きが外れたらもう、終わりみたいな、アウトみたいな。そう、ある意味過酷ですね。まあでも敗者復活戦があるという意味では、僕はいい会社にいたなと思いますね。敗者復活戦と言いますと、一回左遷されたら大体終わりの会社多いと思うんですけど、もうそこからはもうなんていうんですかね、もうゴルフでいったらずっとスライスしていくような感じで、ところがまたまっすぐ飛ぶようになるっていうのがね、それは組織としてはなかなか、いい会社だったなと思ってます。まあ、今もいい会社で再生していい会社になったと思いますけど、はい、そう、皆さんいかがですか。この番組に、木曜人生劇場天地人って名前なんですよね。今日のお話ってなんか普通に日曜劇場のあの時間にやってそうな感じの内容だなと思いながらですね、人生劇場をやっております。それでその後に美容室を展開している会社、1都3県で美容室を展開している会社に壊れて、行って、勤めてる時からやってくださいよっていう話が、もう昔からの知り合いだったんで、その方が、10年ぐらいラブコールがあって、10年、で、あなたが勤めてる会社一旦倒産したんだからうちに来なさいと、
ということで、うん、あ、じゃあやりますかということで、うん、で、まあ、自分のそのオーナーシップを持ってる会社を、うん、上場したいという思いで、上場したいと、うん、で上場するにはちゃんとしたその経営者が必要だということで、まあ、そこで、うん、あの社長に なりました、はい、で今さらっとおっしゃってるでしょ。それでそこからですよね。もともと同族会社同族ですねだったところに、はい、こう外からそうですいらっしゃって、 でそこの見たらトップで、そうですね、結構そういう入り込むのというかどうなんですか、こういろいろと外から来て、うん、下っていうのが下っていうのはいっぱいありましたけどまあまあ、社名で出さなければ、まあ、その正直に言っていいかなと思いますが、もう、うん、本当に講師の境があんまりなくて、講師の境、うんうん、それとあとなんか無駄な普通であればその生産管理だとか、うん、まあ、美容室で生産管理なんていう用語はあんまり馴染まないかもしれないんですが、うん、在庫がたくさんあったりとか、うん、ヘアカラーとかパーマ剤の在庫が山のようにあったりとか、うんうん、まあ、そういうのをカットしてって、まあ、そうカットするとお金が出てきますから、うん、そのお金を最初にその社員への給料として還元していくと、うんうん、といったようなことから手始めして、まあ、うん、8年間で立て直したという感じです。よくでもね、長い間努力されましたよね、8年も。いや、素晴らしいですよね、結果を出したんだから。いや、それがですね、あんまりその経営者としては優秀じゃなかったと思うんですけど、入ってみたらもう倒産しそうだったんですね。で、これはどうしようかと思った時に、うん、まあ、銀行さんもお金貸してくれないと、どの銀行も、取引銀行が7行ぐらいあったんですよ。うんうん、追加融資してくれないということで、しょうがないのでサラリーマンとしてもらった退職金を全部会社に貸し付けました、うん、そうですね、全額を。で同族の方々お二人いらっしゃったんで、はい、その方々にも同じ金額出してもらって、うん、1億2000万ぐらいになったかな、うんうん、でそれを会社に貸し付けてなんとか乗り切ったと。でその姿を見てた銀行が次は返してくれるようになったと、うん、それでなんとか回るようになりました。それってあれですか、同族のお二人もはい分かりましたって。いや、それは僕以上に彼らの方がダメージ大きいですよね、うん、同族っていうか創業家ですから。そうですね、だからそれはもう僕が貸してるんだったら同額ぐらい貸すようなっていうのが、うん、まあ、僕の感覚でしたけどね、うん、まあ、だから会社に貸し付けてそれをちゃんとまあ、利子も含めて1年間ぐらいで返してもらうような事業計画でやりました、うん、素晴らしい。それでもともとは何人ぐらいの何店舗ぐらいのところがどうなってったんですか。ちょっと正確に覚えてないですけど、入社した時で、うん、社長になった時で23、4店舗、うん、23、4店舗で、まあ、辞める時で30かな、それで、うん、どん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 1店舗あたりの坪数が大きくなってって、うん、平均坪数でいうと70ぐらいですかね。美容業としてはかなり大きい方ですね、うん、そうですね、ええ、それが30とか31ぐらいあったと。あと銀座とか横浜元町とか原宿とか、その、まあ、昔出てなかったところにどんどん出店していったって感じですね。素晴らしいですね。そうですね、まあ、結果論としてはうん、そうですね、とにかく普通の会社にしようと思ってやったので。普通の会社にして、うん、さらにもっといてみたいなことはなかったんですか。いや、それはちゃんとこうなんていうんでしょうか、会社として回り始めて、うん、上場の準備ができたらば、はい、あとは、創業家でやれるからあなたはもう退いてくださいということだったんで、うん、まあ、そうですか、うん、それはしょうがないですよね。相手が株式いっぱい持ってますから、まあ、そうですか。実際美容室って、ね、美容サロンの起業家って、ね、書いていただいてて、こう私も実はお客さんに美容室系やってる人がいらっしゃって、うん、こう見てるとそう人が、ね、途中で辞めていく、採用が大変だ、
で、独立した人が店の近くお客さん持ってやられるとかでよく聞いてて、実際この企業っていう、なんかなんていうんですかね、お店が増えてったっていう感じで、こう一企業体企業なのかなっていう感じがあったんですよね。それが小森さんが今回やっておられるこの起業家っていうのは本当にいわゆる起業にした感じですか？美容業の場合は大体ちっちゃいお店が多くて、そこで40歳ぐらい、スタイリストが40ぐらいになると、うん、あなたもそろそろ自分のお店を持った方がいいですよっていうふうにオーナーが言うわけですよね。あ、そうです、ね、うん、で40以上 の、 給料払えない、払えなくなる。あ、払えなくなる。そうですね、うんうんうん、ちっちゃなお店だと。そうですね、そうすると、まあ簡単に言うと、うん、やめてくださいって言ってるのと一緒です、うん、で、そうすると企業としては、企業じゃなくてまあ商店ですよね、うん、でそういうのがいっぱいあるから、日本全国で美容室って22万店とかあるんですよ。そんなにあるの、うん、まあ、皆さんご存知の通り、コンビニだと6万5千とか、うん、で歯医者さんで10万弱と言われてますね。はい、だから村に行っても美容室は必ずある。ああ、そうなの、うん、そう言われるとそうですね。美容室パーマ屋さんっていうのは必ずあります。パーマ屋さんね、で、うん、でみんな美容師の免許を持ってるはずですから、うん、でそれだとこう会社として、なんというのかな、うん、定年まで働けるっていう美容室って、うん、ほぼないんですね、うん、なので、うん、定年までちゃんと働いて、うん、でなおかつその定年の後に普通の会社だと食卓だとかいろいろあって、そういうことでも働けるようにしようというので、まあそれを目指して起業家をしていったと。まあすなわち40過ぎても給料がちゃんとこう階段状に上がっていくようにしてからってならないということですね。逆にそれができなかったのはどうしてなんですか？そういうのがあまりないというか。それはですね、いくつか、あると思いますけど、大体美容室ってオーナーじゃないですか。オーナーさんがいて、でオーナーさんが美容師さん、うん、でその人が例えば平社員の10倍とか、まあ下手をすると100倍取ってる人もいるかもしれません、うん、収入として、うん、でそれって、まあ、一部上場企業にはなかなかないことだし、うん、まあ、そういうその仕組みそのものがあるし、あとはすごく上手い人が、オーナーさんがいて、その人がまあ、店を始めましたと言った時に、うん、その技術をこう伝授していく仕組みがないんですよ。それから生産性を上げる仕組みもないんですよ。うん、そのスターの、まあ、昔の言葉で言うとカリスマ美容師のペースに合わせてみんな動いてるんで、はい、そうじゃなくて、まあ、それよしあると思いますけど、うん、1店舗でみんなでお店に来るお客さんを囲って、うん、なおかつスピーディーにこの生産性を上げていく、そういうのをいろいろ仕組みをね、トヨタ の生産方式を、店長以上全員研修に行かせたと。多分そんな美容室はないと思うんですけど、うん、それは日本航空時代我々も GE の、シックスシグマという不良品を出さないため の、 その手法だとか、うん、そういうことを自分たちがその受講してますんで、もっとここを無駄なくやれるよねとか、うん、その美容師に行ったらいっぱいあったんで、うんうん、そういうところを一個一個地道に潰していった。結果給料に割けるお金が増えてきたってことです、うん、あ、そうなんですか、うん、確かにそう、病院属人的ですよね、めちゃんこ。そうなんです、ね、店長レベルだと、うん、僕が行った8年間で同じ店長さんで年収が400万ぐらいアップした人もいますか。年収400万、うん、すごいですね。33、4ぐらいかな、うん、まあ個人名言ったらあれですけど、うん、その非常に頑張ってるんで、そのぐらい年収がアップ。うん、普通の年収分ぐらい増えたわけですね。そうですね、彼の年収分に近いぐらいが増えて、まあざっくりと1000万ぐらい。そういうことですね、そういうことですね、うん、あ、そう、実際雇われてお客さんがつくからなんですか、うん、
お客さんというのはやっぱり時間も気にするし、うん、美しくなることも気にするじゃないですか、うん、両方とも、うん、両方の生産性を上げるということをやっていくと、うん、当然いい評判が立つんでお客さん増えてくると、うん、そうすると来てくれるお客さんの分母も増えると、うん、でそれをまた遅滞なく、仕上げていくっていう、でそれってある意味製造業みたいな、うん、でもそこに芸術的な要素もないと、それはそれでやっぱ美容業なんで、あと意外と穴なのは、穴というか、よく来てくれるお客さん、カウンセリングっていうのがあります。で、お客様もそのどんな気分かっていうので、今日はこういうスタイルにしたいっていうのがありますよね。それをしょっちゅう来てくれる人だとなんとなくはしょっちゃってる。あ、例えば本来5分とか10分やるべきものを 1,2、うん、分でパパッとやっちゃうと、うん、お客さんからすると自分が大切にされてないと感じるどっかのポイントがありますよね。そうすると来なくなっちゃう、黙って黙って、うん、あ、これ多分アンさんは分かると思いますけど、なるほど、そうです。なので、それこそタイマー測って聞いてるか聞いてないか、もう当然聞いてるんですけど、しっかりとカウンセリングやれということを徹底するだけでだいぶ違いますね。そうですか。今男性も美容院よく行きますけど、はい、社長やられた頃からもやっぱり男性のお客さんっていたんですか？いっぱいいらっしゃいますね。ああ、そうですか。はい、男性は当時はいくつでしょうね、52歳を境目ぐらいにして、52歳以上だと床屋さんに行く人増えるけど、うん、それ未満だと、うん、ほぼ美容室来てる。で若ければ若いほど美容室来てる。あ、そうですか、うん、っていうような感じですか。実際あれですよね、お客さんの単価ってもうここまでってある程度もうこれ以上はないっていうのありますよね。そのいろんなことをトリートメントだなんだってやったとしても、もう上げたとしても多分これぐらいまでなんだろうなっていうのがもう見えてる。どうやってあげていくんですか？それはカットで、例えばニューヨーク行くと10万円の人いますよね、カットだけでね。で、日本だって、うん、まあ、僕が知ってるのは2万円の人がいるんですよ、カットだけで、で自分の会社にもものすごいカットがうまいやつがいて、うん、その人間のカットの技術をやっぱり、見える化して、それでその学ぶカリキュラムを作って学校を作ってっていうことをやっていくと、だんだんうまい人が増えてくる。そうすると単価が上げられますよね。まあ、結果として、例えば銀座店なんかだと周りの店舗よりも多分単価高かったかもしれないですね。はあ、そこ、そっか、はい、うまい人の見える化、技術の見える化、うん、いろいろありますけども、例えばなんでしょうね、まあ、今だと YouTube みたいなのももちろんあるし、なぜこうするかというところを教えるんじゃなくて、なぜこういう手順で切っていくかと、僕は美容師じゃないんですけど、それを見つけてもらうような授業っていうのをいっぱいカリキュラムで作って、なぜこのカラー剤を使ってこういう色になるかとか、このなぜの部分をとにかく自分で発見してもらうように。それと同時に自ら変わらないとダメですね。そうですね、うん、せっかくさっと教えてもらってるのも、うん、ただ教わった通りじゃなくて、それにプラスあるは自分の考えを入れて変えていかないと、まあすごく、うまい人は増えたかなと思いますね。すごいですね。だってね、自分のね、そういって成果出す人たちのノウハウってあんまり出したくないのを、そうやって見える化して ね、共有して全体に、ね、底上げに使うっていうのは素晴らしいなと。もう多分社員がついてきたのは最初にその在庫カットして、給料上げたところが一番大きいし、あと自分の退職金全部貸し付けて、そこまでやるのかと。退職金、僕なんか退職金全部飛んじゃったらおしまいじゃないですか。サラリーマン退職金できてるもんですから。そこはだから銀行の方々もすごく意気に感じてる、くれるところありましたね。そこまでやる、何か原動力というか、何がそうさせたんですか、森さんの。いや、JAL 辞めちゃってそこに入っちゃったんでどうしようもないじゃないですか。
いやでもそれはすごいですよ、うん、だってさっきのだってこのまんまだとまずいなって言ったようなあのところだったんで、うんうん、それ保証ないじゃないですか、うん、ね、いやって、うんうん、だからこそこれで自らもちろん動かなきゃいけないのは、もう先頭に立っていかなきゃいけないんで、おっしゃる通り、うん、お金貸し付けた以上はこの会社潰せないと同じ気持ちになりますよね、うん、あ、そうですね、だからですよ、自ら運を持っているんですよ、うん、あ、そうですね、うん、運は自ら待ってちゃ来ないから、そうですね、で自分でやっぱある程度リスク、こっちもそうだよね、楽してというか、やっぱりそうですよね、何か まさしく森さんはあれですよ、うん、運を自分で引きつけていや、そんなに大それたことはしてないですけど、すごいさらっと言ってますよ、運を引き入るって書きますからね、ああ、なるほど、はいはい、自らが先頭に立って行くから軍がついてくるんですよ、それは自ら軍を捕まえたんですよ、皆さん、ありがとうございます、そうですね、素晴らしいです、軍を自ら引きつけて、そうですね、実際こうご退職するときにあの何百人かを退職されたんですよね、あ、僕は辞めてから、うん、会社から、売上の高い方から、まあ、都合1年間で200人近くも辞めてますね、残念ながら、それはあのあれですか、会社がちょっと悪くなったんですか、それとも どういう、もう辞めたのが2018年の夏なんで、うん、その後そう、まあ、辞めてって、あの社員たちも、うん、で社員たち辞めた人たちは今ちゃんと食べてってる、うん、で中にはあのわりかし200人とか300人ぐらいいる会社の社長やってる、うん、あの素晴らしい経営者やってる人もいますけど、うん、だからまあ、じゃあその元々の会社どうなりましたかっていうのは、うん、まあ、ちょっと分かんないですけど、大変だろうなと、でさらにコロナじゃないですか、あ、そうですね、うん、大変だろうなと思いますね、そしたらあれですね、今回こうやって森さんが改革なさったのをこうね、その目の当たりにして、あ、これが儲かるというか、あの美容室の形なんだっていうのを一つね、うん、あの体験したというのはすごい皆さんにとってすごい経験ですよね、うん、あの、うん、儲かるって儲かるじゃないね、何、うん、て言えばいいんですかね、あの、いや、儲かるというよりは、何、うんうん、と言ったらいいんでしょうね、まあ、結果的にお金がついてくるかもしれないですけど、うん、そっち先に見ちゃうと、うん、どうしたって、まあ、あの客商売うまくいかない、うん、まあ、三方よしとかいう言葉があるじゃないですか、うん、だから やっぱり人の何でしょうね、例えば、なんかがんかなんか闘病で頭髪が全部抜けてしまいましたと、うん、そうした人たちが元気に街を歩けるようにするにはどんな方法があるかとか、うん、そういうふうに自分で考えるような人をなるべく作っていこうっていうのが、まあ、最初から考えたことで、うん、まあ、それ の成果の一部かなと思いますね、いや、それはね、うん、一番だと思いますよ、うん、まず最近の人は考えないから、まず考える、うんうん、まずは考えるですね、そんなねすごくないんですけど、あのさっき、社会人生活の年数言いましたから、はい、今65なんですけど、年を取れば取るほど分からないことが増えて、もうそうなのかっていうことはやっぱり増えますよね、うんうん、まだまだですよ、まだまだ、全然全然、大先輩いらっしゃる大先輩、ね、一つ私ねお聞きしたかったことがありまして、はい、あのこうね、さっき少しだけこちらとお聞きしたのの中で、こう人は理念やモットーについてくるんじゃないっていう言葉が、こう普段ね、こうクライアントさんだったり、まあ、経営者中小企業の勉強会に行ったりとかすると、うん、ね、どちらかというとこの理念やモットーについてくるっていう、こうキャッチーな言葉をよく聞くんですよ。でここで森さんは、ね、それを実現しようとする努力、実現しようと努力する人の姿に共感してついてくる、まあ、そうだなと思いながら、私たちそこの言葉が抜けた状態で理念とか、ね、そういったものをこう作ってそれを語ったりすることにこう 必死になってるのが多いなって思って、この森さんの言葉に、ああそうだなと、これってあの、うん、どんな何かどんなきっかけっていうか、どんな出来事でそういうふうにこう森さんの中で
まあ、留学中にも戻りますけど、あの立派なあの理念とかバリューとか書いてるこう会社があるじゃないですか。で玄関に貼ってあるとか、うん、か社員がカードに持ってるとかで、だけどそれを、本当にトップとか役員が実践してなければそれはみんな信用するわけないですよねっていう。なのでその実践してる姿がちゃんと分かるように、うん、まあ宣伝じゃないですけど、うん、自分のスケジュール公開してたりとか、誰でも見れるようにしていたとか、うん、そういったことをですね、まあ、地道にやっただけの話で、そうですね。それはさっきの、あの病院の、ね、会社さんでお金の流れを公開しておられたっていうのもここから、必要な人は、全ての例えば、うん、お金の流れ給料もそうですけど、うん、給料分かるようになってるし、うん、それから例えば自分の売り上げがこのままいくとどういうふうになるかっていう個人のデータ自分でもチェックできるし、上司もチェックできるし、うん、まあ、システムとしてそういうものがあるとか、まあ、会社のお金の流れ、美容師さんは基本的に BSPL キャッシュフローさってはぁみたいな感じですよね。でもそれがわからないと自分の店を仮に持った時にやっぱりうまくいかないので、そういうのも教育をしました。それはでもすごいですね。すごいですね。でも、もちろん教育したっていうのは僕だけじゃなくて、こうチームでいろんな例えば経理部長がそこを教えたりとか、BS は PS をどう教えるっていうのはね、すごいですよ。そうですね、まあ、美容師さんにあんまりそういうことをね教える人いないと思うんですけど、まあ教えても本人たちも聞かないじゃないですか、関係ないっつって。逆に聞くようにどう思ってったんですか、ね、そうそっちのは大切ですよね、いや聞くように持っていくには、その社長、例えば社長の言ってることを聞きましょうっていうのは、結果として自分の待遇がどんどん良くなっていくからです、大変かもしれないけど、この人の言ってる通りやれば本当に上場できるかもしれないとか、待遇が良くなっていくとか、それからとりわけ女性なんかは結婚して例えば出産したと戻ってこない人が多いんですね、それを例えば1日2時間でもいいから働ける仕組みを作るとか、まあ、大体単位1人女性のお客様を、カットカラーとかってやると2時間半ぐらいとかかかりますよ、2時間半かかりますね、だったら2時間半からそのミニマム2時間半だけでいいよと、出勤時間はと、っていう短時間制職員の制度を作ったりとか、そうすると何人出産しても戻ってくる人は戻ってくると、今もたあの先端行ってたじゃないですか、いや本当に本当に今ね、時間で分単位でアルバイトする人もパートでいるから、そうですね、それはその時からすごいな。でも非常にそもそも美容師で腕もよくって、そういうことを考えるのに長けてた人間が何人かいたんですね、役員の中に、そうですか、実際あれですか、こういう美容院のこうチェーンというか、美容院の会社もコンサルタントでオファーとか受けたりとか、そういうのはありましたね。ありました。辞めた時に、すごく有名なチェーンからオファー受けたんですけど、その方の生活ぶりを聞いて、これは僕の価値観と合わないからお断りしました。そうでしたか、今ありますよね。さあ2分前になりました、ありがとうございますね、まだまだ実は今日ね、イメージしてたのも3分の1でしたもうすっごいもう引き出しが多すぎてですね、ありがとうございます。今日出ていただきましていかがでしたか。以前その会社でコーポレートビデオを作った時に、やっぱりこんなまあなんかでっかいカメラが入ってきて、で何分前とか何秒とかって、まあ、なかなかやっぱり難しいなと、そこを時間通りにこう尺をちゃんと時間通りにやっていくのは難しいなというのと、
まあ、少しはなんか自分の思っていることは言えたかなと、お伝えできたかなと思います。ありがとうございます。岡田さん、ね、もう一回で私も同じことを思いました。ね、この後ですね、少し楽屋で楽屋トーク毎回やってましてね、でそこでもうちょっとお話ししていただきながら、次回の出演交渉に入らせていただこうと思います。もう1分だっていうふうにね来てますからね、次回の、ゲストさんのお話だけして、終わろうと思います。はい、来週のゲストさんはですね、カツオちゃんと呼んでいる方がいらっしゃいます。川波明子さん、お越しいただきます。築地でですね、かつお節屋さんを80年やっておられる方の、はい、方でございます。おそらくこれ振りですよ、かつお節がここにありながら、あ、こんなふわふわなんだっていう実演になると思います。はい、楽しみにしております。皆さんもね、マツコの知らない世界じゃなくて、ね、私たちの知らないカツオの世界、カツオ節の世界を楽しんでいただいたらなと思っております。はい、ということでですね、今日はですね、森と、豊島さんにお越しいただきました。皆さん最後までご覧いただきましてありがとうございます。そして森さんもありがとうございます。ありがとうございました。はい、ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。